車にでも惹かれたんだろうか。バカなタヌキだ。泉パンツカガヤンが見しすぎてか、容量悪すぎ。カガヤくんのエッチ。強すぎだろ、手首のスナップ。次のニュースです。本日未明、伐採地区の作業。初めてだ。女の子の部屋てか家。ああ。ちょ、何を。見ればわかるでしょ、着替えてるのよ。着替え。緊張して汗かいたから。これが噂に聞く裸族ってやつか。いやでも下着までは脱いだ。恥ずかしくない。この状況なら不可抗力だ。年頃の男子ならごく普通の生理的現象だ。おとなしくそのまま待ってなさい。動いたら殺すわよ。忘れたの？あんたはもう私に逆らえない。助けたじゃないか。あの時僕がいなければ君は死んでたんだ。僕はけどやっと見つけた。クレア、君は何を。力を貸してね、秀一。